札幌市豊平区にあるお米の専門店、玄米工房米新西岡店。今朝、千葉県産のコシヒカリの新米が入荷されてきました。午前10時になりました。開店とともに米を求める客で店の中大変混雑しています。多くの家庭に行き渡るようにと、新米は1回の買い物で一袋でお願いしています。それでもようやくお米を手にした人たちは喜びと安心の様子。孫たちがやっぱりね、ご飯ないとどうしてもね、ですからそういうところではやっぱりこれ並んでも買わないとお米ないと生きていかれないので嬉しいです。早く新米が出てくるという、こんなことして買わなくてもいいように。開店からわずか30分、120袋入荷された5キロ入りの新米はおよそ50袋が売れました。土日お買い上げいただけなかった方が集中したのかなっていうふうに思ってます。午後からまた夕方にかけていらっしゃる方にご対応できるように、臨機応変にお米の方を販売していきたいと思います。この店ではおとといから新米の入荷が始まっています。お米が品薄になった影響で、先月の下旬頃からお米を買い求める人からの問い合わせも殺到、大忙しの状況が続いています。釧路も札幌もスーパーにお米が完全にないっていう状況になって、そこから人がうちに殺到するようになりました。疲労困憊のスタッフを気遣い、新米入荷の前日には札幌と釧路にあるすべての店舗を休業、スタッフの体力回復に努めました。新米のその後の入荷の予定だったりとか在庫の状況を見て一旦休みを取って、そこから新たに頑張るといいますか。ようやく出回り始めた新米ですが、気になるのがその出来栄えです。例年より4日ほど早く稲刈りが始まった米どころの道北東川町。結構曇りとか雨の日結構続いて、結構日照不足の方が気になったんですけども、品質もよく大体 の平年並み の数量を取れるのではないかなと思います。北連によりますと、今月10日までに道内各地で米の収穫が始まり、今月中旬には道産の新米の流通が始まる見込みだということです。収穫量は例年並みになる見通しです。価格については収穫後の品質にも左右されますが、農業用機械の燃料費や人件費の高騰などの影響で去年よりも高くなるという見方もあります。10キロで約1500円、5キロだと半分の750円くらいは上がってくるかなというふうに考えてます。あと半月ほどで道産の新米が流通し、供給は安定に向かいそうですが、家計にとっては厳しい価格になるかもしれません。そうですね、10キロプラス1500円となると子育て世帯は正直厳しいなという意見がたくさん聞かれそうですが、政府はですね、米は不作災害に備えておよそ100万トンを備蓄しているんですが、放出には消極的です。政府の備蓄米について、坂本農水大臣は、不作などの生産量の減少に備えるもので、短期的な米の品薄については今後の新米の出回りも踏まえれば慎重になるべきと発言しています。